第一師団は、大日本帝国陸軍の師団の一つ。1888年5月に、東京賃台を母体に編成された。同時に、第2師団から第6師団が夫賃台を改編して創設されたが、第一師団も含めこの時編成された六個師団が、日本で最も古い師団である。また、東京防御総督が置かれるまでは、第一師団長が、 東京英寿司令官とされていた。師団は英寿地である東京近郊の警備を主任務としているが戦役にも参加し、日清戦争、日露戦争、神田市島事件、野門藩事件、太平洋戦争に参加。1918年6月15日、兵器部が東京市赤坂区青山南町一丁目の師団司令部構内に設置され、事務を開始。 1937年9月1日には、ルス第一師団の担当で、第101師団が編成された。1936年2月22日師団に、満州中殺の命令が下されたが、これはその頃、第一師団所属の青年将校の中に、昭和維新を叫ぶ者がおり、それらを満州へ遠ざける狙いがあったという。しかしこの命令の4日後秘密裏に計画されていた。 クーデターが決行されることとなる。これが2.26事件である。クーデター自体は失敗に終わるが、主会として処罰された野中史郎大尉をはじめ、高田清里大尉安藤照ルゾ尉、山口一太郎大尉ら決起将校の多くはいずれも第一師団所属であった。太平洋戦争ではフィリピン方面に出征。フィリピン防衛戦では、 山下智之陸軍大将率いる第十四方面軍に属し、冷手島の戦いが勃発すると、冷手島西部オルモック湾に上陸する。師団は1万を超える兵力で、冷手島に渡ったものの、アメリカ軍との圧倒的な火力の差と補給が途絶えたことから、ほぼ壊滅状態となった。1945年1月に、野砲兵第一連隊を残しセブ島に移動した時の、 残存兵力わずか800名であった。その後、セブ島でも防衛戦を行った。賃代が改変され師団が創設された、歳の明治21年5月12日直例第31号と、1937年のシナ事変勃発前の陸軍常備団体、配備表によると、第一師団は次のように配備されていた。また1940年8月には、 不評第3連帯を第28師団に転出し3段異変制に改変され、英雄地は満州となったが、補充は内地より行われた。1888年1937年1945年。ありがとうございます。